ダドリサで出してるだ、はい、いいじゃん、僕その場で売ります。ほぼフリーぐらいでオプションつけてると思うんで、行くな。はい、浮かれポンチの秀川です。はい、ただいまアルファード納車されてから、はい、まあ、10分ぐらいもうあのディーラーさんからここに来ただけやから、はい、はい、まだ何にもしてないです、はい、まだ走行距離5キロ、はい、はい、これから何するんでしたっけ。今からこれから、はい、アルファードを、はいはい、たどり査定出してみたということで、いいですね、はい、いいですね、よいしょよいしょ、はい、何本あるんやろな。まあさすがに本体価格ぐらいは余裕で超えていただかないと。本体価格どころか、だってこれモデリスタとかオプションちょっとね、はい、あのサンルーフとか、はい、ほなその辺ついて600ちょっといってほしいと。650ぐらい、そうやな。それでもしかして、もしかして700とか800とかを超えていくんやったら、僕その場で売ります、はい、置いて帰ります。でも僕は冷やかしじゃないんで、はい、僕の言ってる思ってる値段を超えてくれたら置いて帰ります、はい、まだ愛着も何も湧いてないんで、はい、じゃん、はい、まだ出会って1分ぐらい、まあでもどんだけ粘ってどんだけ高値の査定を出してくれるかをちょっとやっていきたいね、はい、そうです、ね、でまあもしかして僕はもう売ってしまうかもしれないし、はい、それもリアルにお届けしたいな、はい、じゃあ行きますか、はい、じゃあビッグモーター販売していきましょう、はい、よろしくお願いします。いかいやー何本なるやろな。楽しみなところではありますね。よくプレネがつくと言われているアルファードなんで、今そうやな、しかも新車でもう何キロやから、あ一応見て見て、6キロ6キロで買い取り屋行くのやばない。6キロこれ証拠ですかねこれ新車で今来ましたって言って、はい、ビッグモーターに持っていく人の方が絶対少ないやん。そうですね、だから多分半分冷やかしやなと思われると思う、はい、でも俺は本気で置いて帰るっていうのを伝えるから、はい、じゃあそれの熱意がどこまで伝わって、そうですね、じゃあ何本まで行きますみたいな話になったら、じゃあ君に決めたって言って俺鍵バーンって投げてもう帰るから。本編の途中ですがお知らせです。経営セレクションでは店舗拡大のため一緒に働ける仲間を募集しています。こちらの電話番号か僕のインスタまでぜひご連絡ください。一緒に働けるのを待ってます。今ちょっとデータの方を上げて金額見てもらってるんですけど、はい、ここもフルぐらいでオプションつけてると思うんで、いくらぐらいですか。全部ローンで700ぐらい750。でも例えば今日ローン解除しますって言ったら、はい、金利分減るから、そうですね、金利分は減りますね、はい、ちょっと見てもらってるんでお待ちください、はいはい、お願いします。15 minutes later 今お待たせしてます。来ましたか。はい、大体定額になってくるとどうしても本部最終聞かないといけないんです。はは。で、うち今店舗のみのマッケットで大体800くらい。お、800出るんですか。いや、微妙です。最終本部確認です。800いけるかも。出たらどんな感じですか。おお、ちょっといいとこ行くなさすがビッグモーターさんやな変わるんですけども。え、変わるんですか。え、いい感じね。何ですか。いい感じなんです。え、名前違うので、ちょっとまだあれ俺別店舗来たのかな。全然言ってましてないまんまで。あ、これから名前変わるんですか。もう変わってるんですよ、5月から。あ、そうなんですか。正直に言うと、はい、まあ無理やなと思ってきたんですよ、はい、ただもうちょっと出してくれるならマジで置いて帰るし、アルファードランクルベルファイアとかもそうなんですけど、一瞬ででもあの1年とか経つと100万とか200万は全然下がる。 あ、そうなんや。めっちゃ変動激しいので。いや、なんか知り合いも結構来てたんですよ、このゴルフ仲間とかも、はい、アルファードベルファイアとかも来てて、はい、だからアルファードが俺1000万ぐらいでとか言って、はい、2人ぐらい販売した人も知ってるんですよ。だから夢あるなと思ってたんですよ。今は1000万ない。去年ね、去年一発目に来た人が一発目とかは。ああ、そうなんや。もうやっぱ1年ぐらい経つので、はい、結構出てから。もうそれがマックスなんや。例えば今これが850、お願いし850万になるかってならないですし。ちなみに僕そういうつもりじゃなかったんで、はい、あれなんですけど、例えばこの2、3件とか行かせてもらったとかですかね。例えば850とかそういうのがありえるんですかね。ないです。生きた、こういうお姉さん、生きた。もう生きてます。普通の車、はい、こういう貿易とか関係なく、はい、普通の車とかだと、はい、10万開いたりしますけど、はい、ここまで来るとちょっとどこの会社も怖くて出さないんですよ。そのマイナスになっちゃう可能性も全然。え、でもアルファだともう1年あるからデータがいっぱいあるでしょ。あるんですけど、それも全く同じじゃないんで、本当にタイミング、オークション出すタイミングで、オークション会場とかにもよるんですけど。でも店頭販売とかされはるんですよね。うちですね、はい、いや、もうこういうのはもう基本的にオークションに持っていきますね、どこも。あ、そうなんや。でももう1社ぐらい行きたくなってきたな、それやったら。いやいや、もう2、3社ぐらいいい。
はい、でだってそうですね、でもあとはもう頑張ってくれるかどうかになるんだよな。それやったらまあうちで一回じゃあ他社もありますとかになってきたら、はい、結局もう頑張りにくいというかちょっと冷めてくるんでこっちの熱が。そうやったらもうまた帰ってくださいよって言ってくれないと、帰ってきた場合で逆にちょっと高くなって帰ってくるじゃないですか多少は。今じゃあここが800万出してます、はい、ってなると他の会社じゃうち800ちょっと出します。でも出ないでしょ、さっき言ったじゃないですか。その今この10万とかは出ないですはいはい、もう1、2万とか。その時は戻ってきて言うっすよ。ちょっともう一回聞くんで、はい、例えばですけど、はい、いくら出ればじゃあうちで決めてもらいます。悩んでるんです僕今、はい、いくら出ればっていうのはちょっと僕も分かってないんですけど、予想も一社行ってみたいなっていう気持ちがあるんですよ。これがもしかしたら850って言われたら、はい、そんな1万2万ちゃうよってなるじゃないですか、はい、ただ何も言わずに、はい、もう一社行って720万円でしたとか言われたら、はい、全然話だなってなって帰ってくるな。それは最初聞くんで、うちで出せる上限じゃないですけどぐらいまでやってる上限教えてください。だいぶいい金額だな。だいぶいい金額にもよります。金額だけ聞いてきます、ね、はい、お願いします。 5 minutes later 来ました。お、来ましたね。はい、また一杯の金額ちょっと持ってきたんで結構持ってきた。畳みかけてきた。他社見るっていうのも店長に言って OK はもうもらったんですけど、おー、はい、綺麗な、もう即決がいいです。まあそれはね、第三者さん回って戻ってきてじゃあうちでやりますってなってその金額使えるかって言われたら正直微妙です。1日だったりとかってなってくるんで、はい、即決と、まあ、言うたら車もできれば、まあ、置いて帰るか明日とかにはなって、あ、今ね、はい、はいはいはい、すぐ置く距離もしたいんで。ああ、なるほどなるほど。でもらったのが、まあ、820万です。820か、余計に入れたから、はい、もう800以上無理ですって言ってたんで、いや800もういけても5万とかっていうのは言ってました。はい、言ってました。でその中で20いけるんやって僕今思った。まあ店長の決済なんで最終本部なんで、これちょっとまだいけるんじゃんって俺ちょっと思ってきた今、なんかそんな簡単に20万上がるんやって思った。まあ言ったら店舗での決済と本部の決済は全然違うんで、言ったら店舗ってなると会社の利益だったりとか見させてもらってになってくるんで、まあ、出していいとか出しちゃダメなとこっていうのが判別があるんですけど、最終まあ本部に見てもらって、まあ、他社も回るって言ってます。これ多分800万で言ってたら向こう他社20万出してくるんで、もううちも出しとくから。じゃあ他社800ぐらいは出すってことですね。はい、800は出します。120は正直もう微妙っすよ。同じ話になるんで、それやったら即決でもらってるこの金額でうちで決めてほしい。まあ、決めてもらった方が結局後々下がった金額とかの話はない。今から帰って例えば車の知り合いとかにも聞いて、はい、まあ、もしかして850いける可能性があるって思ってしまった時、はい、僕の中で。そういうことですか。そこからじゃあ850にはもう絶対ならないです絶対ならないですね。あ、ならないです。もしじゃあ、はい、明日例えばどっか行った時に別の店舗さんで840って言われたら、はい、まあ、合わせてくれるか850にはいけるのか。あ、うちがですか、はい、あ、ならないですね。そろそうか、まあ、とりあえず820ですね。わかりました。ありがとうございます。即決で思ってほしいです。あ、なるほど。明日連絡するっすね。またマジで決めれない。例えば気持ちのせいだそうとかでも上がるの。もう50も上がらないんですよ。いや、ちょっと待って、なんかほら、いや俺このまま2時間ぐらいおったら850上がらないしなんかな、ちょっと待って、今のほら今のなんかおかしかったぞ今。じゃあもらってる金額までだけじゃ話させてもらっていいですか。じゃあもう出ないっていう金額はあります。え、今のどこに20です。20なんですけど、そこでもつまらんかったら最終これだけ伝えて書いてもらっての金額は持ってるんですけど、お客さんが即決しなさそうな感じだったんで出したらないです。50はないですよ、もちろん。レベルやったらまだいけるっていうことか。もうちょい、いけるんかい、もうちょいいけるんかい。まあ正直言うと830万ですね。ほらで、これ850とか40はマジでないんですよ、はい。でもちろん他社回ってもらってもいいんで、他社さんが830とか同じ金額ですよ、ね、持ってくるんであればうちで売ってほしいです。ああ、わかりました。まあ、こうやってせっかくしゃべるからね、はい、なるほどなるほど。報告してからも、まあ、830伝えた上で、ちょっとこれもでも即決、明日じゃ例えば他社さん見られました、825万です、830でいけるって明日連絡来てももう一回確認にはなる。そうですね、わかりました。じゃあこれだけ報告して帰るんで。報告いいですよ、だってまた偉いさんが来て止められるでしょ。いいです。じゃあもう帰ります。あ、大丈夫です。ちょっとだけじゃあそれだけはい、ちょっとそれでお願いします。ご視聴ありがとうございました。